シーズンより疲れましたね。でも久々に外でバッティングしたんで、なかなか、ね、難しかったですけど、でも楽しかったですね。ですね、もう最後の最初のラウンドの30秒って最後のラウンドの30秒はだいぶきつかったです、ね、最後ですとにかく寝て明日に備えたいなと思います。ハイライトはもうやっぱり打ってる時じゃないかなと思うんですけど、まあ、いろんな人のいろんな話聞いていろんな人に会ってすごい刺激的な一日だなと思います。まあ、見たいって思う人日本人もそうですけど多いかなと思いますし、まあ、なかなか日本人で出たっていう人もいないので、まあ、その方が楽しんでもらえるかなと。トラウト選手は、まあ、力まず、はい、って言ったと思います。僕も疲れてたんであんまり聞き取れなかったんですけど入ってましたね、まあ、多く声もかけてもらいましてすごい嬉しいことだなと思いながらやってました。